旧ローデジタル団地駅付近を走行中の208、編成清水駅停車中の204、編成ソウル交通公社、新2000電車は、ソウル交通公社の通勤軽電車。ソウル交通公社2号線で使用される。導入から25年を経過し、法定対応年数に達した、旧2000電車の置き換えとサービス向上を目的に2005年から導入が開始された。 制御方式は VVVF インバータ制御でロテム社が独自開発した IPMVVVF 制御装置を採用した。車体はステンレス外反による軽量構造であるが先頭部分は FRP 製である。側窓は大型の一枚窓で紫外線を遮断する着色ガラスが採用されている。座席はステンレス製で中間が7人掛け。 車端部が三人掛けとなっており、三人掛け部分の小型窓のみ開閉可能である。座席を含め、内装はすべて不燃材が用いられているほか、天井部分には火災警報器が設置されている。角上高扉の上には路線図が設置され、現在の走行位置と次の停車駅がランプで点灯する仕組みとなっている。また、天井には動画広告や、 停車駅案内などを放映する情報表示装置が1両あたり2台ずつ設置されている。この表示装置には自駅のドア開閉方向を知らせるランプが組み込まれている。2015年に、ローイン、タウンシス連合が3次車200両を受注。ソウル交通公車発足後の2017年8月から営業運転に投入された。2017年、 ソウル交通公社発足後に入札された4次社214両は、現代、ロテムが受注し、2019から2020年に全数が投入される。2018年7月にモックアップが公開された。本系列は2005年から現在に至る長期に、わたって大量に製造が続いているため、製造時期によって、仕様が異なる。1980年に製造された。 抵抗制御車の置き換えを目的に、循環専用の重量編成5本と、清水施専用の4両編成1本が2005年に導入された。1982年に製造された抵抗制御車と、1983年から1984年に製造された直波制御車の置き換えを目的に、循環専用の重量編成29本と、 生水室専用の4両編成3本が2007年から2009年にかけて導入された。10両編成のうち223から231、271、272編成には旧2 0 0 0系の中間付随車が改造の上で連結されている。1989年から1991年に製造された直波制御車の置き換えを目的に、 循環専用の重量編成20本が2017年から2018年に導入された。車体形状は大幅に変更され、前面の非常扉が廃止され、Q2000 系と同様の非貫通式となった。また、戸袋付近二次駅のドア開閉方向を知らせる、ランプやドア上部に LCD 式車内案内表示装置が設置された。 1991年から1994年に製造された直パ制御車と清水支線で使用されている抵抗制御車の置き換えを目的に循環専用の重量編成21本と清水支線用の4両編成1本が2019年から2020年にかけて導入される予定である新近支線で使用されている抵抗制御車の置き換えを 目的に6両編成4本が導入されるほか、二次車に連結されている旧2 0 0 0系からの改造、編入車の差し替え用に、中間付随車が2022年に製造される予定である。ソウル交通公社の編成番号は、4桁の車号の内号車を意味する100の位を除く3桁で表現する。ありがとうございます。